久保さん、でもやらないにしましょうか <laughs>。でもやらないんですよね。久保さんが聞いた話って、久保さんしか聞いてない話ではないんですよね <laughs>。でもやらないんですよね。だから結局、どう受け取るかじゃないですかね。どう受け取って横に展開できるかっていう。あ、確かにこういうふうにやって、こういうふうにやれば、こうやってこうなって、こうなって、あ、確かにこうなるなっていう、展開できるのか展開できないのかっていう。 へーで終わるのか。展開せずへーって終わるのか。うん。嘘だと弾き返すのか。うーん。<laughs> だけでもまあ、ほとんどの人がやらないですよね。まあ、ネットで稼げるっていう聞いても、やる人とやらない人がいるだろうし。まあ、全部そうですよ。うん、だって、リアルの会社でもそうじゃないですか。リアルの会社で収入が高いのって営業職ですよね。これ、誰もが分かってることじゃないですか。多分、これは、 リアルで求人雑誌見て一番その給料高いのってインセンティブが発出するやる気あればどうのこうのっていう営業職じゃないですかみんな分かってるわけですよねあこれ営業めっちゃ取れればこんだけ給料もらえるんだって分かってるわけじゃないですかだって求人票無料でフリーペーパーあるしいやでもちょっと営業職はって話ですよねうんだからそこをねなんか僕は あの手段を選ぶな、なんかその、それはなんですかね、なんか、言葉が汚いと、なんか、わがままなのかなっていう、あれもしたくないし、これもしたくないし、あれもやりたくないけども、でもお金は欲しい、それはちょっとわがままなんじゃないかなと思うんですよね。僕自身も、別にセミナーやりたかったわけでもなく、動画撮りたかったわけでもなく、もなく喋りたかったわけでもないわけですよ。喋りたいから喋ってるわけじゃないんですよね。 まあ今はもう習慣化になって別にその、まあ、普通になりましたけども当時僕は裏方でしたからそんな表に立ってどうのこうのっていう人間ではなかったんですよでも、うん、なんですかねだからどうのこうのって言ってたら今はないですね、うん、ネットは稼げるんだよなって知っときながらその手段を取らないんであるならばずっと労働して働かないといけないですよね、うん だからどんな手段を取るのかっていうのもすげえ大事ですよね。で、その手段を取るときに自分のあれこれはあんまり入れない方が僕はいいと思いますけどね。ただそれは人それぞれの人生なんで営業職合いませんっていうことだったらじゃあ営業職しなくてもじゃあ稼ぐ方法もあるだろうし、まあそれネットすればいいだろうし。うん。で、ネットでもねじゃあ顔出ししたくないっていうことだったら顔出し,しない方法をやればいいだろうし。うん。 ただ僕の場合は王道ですよね。王道です。王道をやってるだけです、単純に。王の道ですね。で、なんで喋るってことをやったのかっていうと、そもそも国の代表を決める、アメリカ大統領を決めるときも演説じゃないですか。トークですよね。まあ、ヒットラーとかもね、もうトークですよ。うん。だから、大衆を動かすものって何かっていうと、 トークか文章この2つ大きく分けるとこの2つしかないなって思ったんでこの2つを極めようっていうところでしたね僕の場合はうんであとはまあ効果ですよねまあスーパーにも最近は野菜が見えるやあの顔が見える何すかね作ってる人の顔が見える野菜っていうのはかなり出てきましたけどうーん効果ですよね顔を出す出さない嫌だとか嫌いとかそうじゃなくてどっちの方が効果があるのか それだけです。顔を出してた方がが信頼があるじゃないですか。じゃあ A っていうね野菜がね原産国分かりません輸入先も分かりませんどこで作られたか分かりませんっていう A っていう人参があったとしますで B っていう人参はこの農家で作られてこういうふうな思いで作りましたっていう人参があって同じ価格だったらどっち選びますおそらく僕は100%その顔写真が貼ってる人参人参を買いますね同じ価格だったら。 逆にこれが1円だったとしてもなんか入ってんじゃないかなみたいになるかもしれないしだからその効果で選んだって話ですねでもその効果を使わないんだったら違うものを使えばいいだろうし、うん、まあそれ,それは人それぞれね判断基準違うのであれですけどねはいってらっしゃい